玉ねぎをね、こう、2個にね、分けるんですよ。このように分けて、切っていきます。こういう感じで切ります。次に人参です。ピーラーで皮を剥いて切っていきます。乱切りにしていきます。じゃがいもです。じゃがいもは縦に半分に切って、さらに半分に切って、このような感じで切っていきます。一旦水でさらしておきます。この生芋糸こんにゃくなんですけど、もう水洗いするだけで調理できますっていうことなので、水洗いして使っていきます。で、食べやすい大きさに3等分ぐらいカットしておきます。ではそのお肉です。お肉はね、もう半分に切るだけです。半分に切りました。しっかりとね、油が乗ったお肉なので、このままね、フライパンに乗せていきます。肉じゃがで美味しそうに見せるポイントは、肉のね、ちょっと焼き目がついてるところなんですよ。焼き目をつけるっていうのがやっぱポイントですね。ここにお砂糖を入れます。大さじ2です。で、このそうみのね、すき焼きのタレを使います。130ml です。で、お酒もね、ちょっと入れます。ふらっとね、ひと煮立ちしてきたので、もう火を止めておきます。で、油を引きます。ちょっとです。硬いね、人参から入れていきます。400で、先ほどのこの汁ですね、この汁を入れます。肉はね、この時はまだ入れないでください。このお汁だけ入れます。お醤油を入れます。白だしです。人参のね、白だし私大好きです。これを大さじ1杯入れます。照りをね、ちょっとつけたいので、みりんも大さじ1杯入れます。そしてここにじゃがいも入れます。蓋をしてね、煮込んでいきます。火はね、強火です。煮物をね、結構強火でガッとやるのが美味しくなるポイントです。強火で10分、中弱火で5分ぐらい煮たら、だいたいね、お野菜に火が入っているはずなんです、柔らかくなりました。そしてね、ここでようやくお肉を投入です。ここで入れます。お肉をね、増やすともっと美味しくなりますが、もうここから蓋はしないで、このままちょっとずつね、この水分をね、飛ばしながら味をね、ギュッと染み込ませていくような工程に入っていきます。さて、いい感じになりました。ちょっとね、水分が減ってきまして、こんな感じでなってきました。そしたらね、もう火をね、止めちゃいます。火を止めて少しに冷ますことによって、
またね、このね、汁が具材にギュッと入り込んで味がしみしみになって美味しくなります。最高に美味しいです。もう肉の旨味がうわっと口に広がりますね。煮込みすぎ、お肉煮込みすぎちゃうとちょっと硬くなったりとか、なんか味がねパサッとしてあれっていう風になりやすいんですけど、後入れしてるのですごくねジューシーです。美味しい。で、じゃがいもです。じゃがいももちょうどいい具合に味が染みてて、硬さもねいいです。崩れるぐらいが好きな方はもうちょっとね煮込めといいと思いますけど、これぐらいがちょうどいいかも。こちらの肉じゃがを食べるといえばあれが飲みたくなりますね。はあ、美味しい。この肉じゃがをね食べてね落ちない人は絶対いないです。この肉じゃがのレシピは多分ね YouTube 界で一番ナンバーワンに美味しいんじゃないかなっていうぐらい、私は本当にね自信を持っていますので、ぜひね作ってみてください。牛肉じゃなくても豚のねバラ肉で作っても同じようにね、さっきのタレを絡ませてやり方で作るととてもね美味しくなりますので、ぜひやってみてください。この動画が少しでも良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。